トランスブラジル航空801便墜落事故は1989年3月21日に発生した航空事故である。エドアルド・ゴメス国際空港発グアルーリオス国際空港行きだったトランスブラジル航空801便がグアルーリオス国際空港への着陸侵入中に空港から 2km 手前にあるグアルーリオスのスラムに墜落した。 上院3人全員と地上の22人が死亡し、200人以上が負傷した。事故機のボーイング707から 349C は製造番号19354、四、ライン番号503として製造された。4機のプラットホイット 2JT3D-3B ターボファンエンジンを搭載しており、1966年6月9日に初飛行を行っていた。 製造から22年10ヶ月が経過した機体であり、6万1000時間の飛行を経験していた。事故機は、フライングタイガーラインでの運用中に、映画大空港で使用された機体であった。その後、エアリンガスや、ブリティッシュカレドニアン航空で運用され、トランスブラジル航空に売却された。グアルウリオス国際空港の滑走路 09R は、メンテナンスのため12時に閉鎖される予定だった。 11時54分、801便は滑走路へ向け高速で進入を行っていた。進入中にパイロットが誤ってエアブレーキを作動させた。そのため機体は待機速度を大きくない失速し、滑走路から 2km 手前のスラム街に墜落した。機体には15000リットルの航空燃料が搭載されていたため、墜落により出火し炎上した。 事故により、乗員3人全員と地上の22人が死亡し、200人以上が負傷した。貨物として、マナウスフリーゾーンから26トンのテレビやおもちゃが積まれていたが、すべて破壊された。この事故は、グアルウリョス国際空港の開港以来、初の重大事故だった。当時の民間航空省によって行われた調査によって、事故原因は、パイロットエラーであると結論づけられた。 また、事故機は墜落の2ヶ月前に点検を受けており、異常はなかったと考えられた。トランスブラジル航空は約7ヶ月後に遺族に対して保証を行った。ありがとうございます。